皆さんこんにちは、美容師の山です。今回は、トップがね潰れてしまうゲストさんがご来店されました。いつもカットして1ヶ月半ぐらいするとね、トップちょうどねこの分け目が見えてしまってボリュームがなくなってしまう、そこがねすごくお悩みで、ご来店いただいてます。しかしあまり短くしたくない、そんな希望もあります。ですので、いつもね私アヤマーが、提案するのはやはりねトップにボリュームは欲しいと思います。ですのでその部分は、まあ、少しねカットさせてもらうんですけど、よくねそういう、まあ、お悩みトップが潰れてしまう方のお悩みでよくありがちなのが髪が伸びてこのね後ろ側が伸びて重くなってるんですよね。髪がやはりねこのトップの量に比べてこの後ろですね、この耳から後ろの髪の量というのはね、まあ倍とは言わないですけどどうでしょう、 1.5 倍ぐらい量は多いんではないでしょうか。ですのでね、バランスが悪くなってきます。後ろがやはりねこの耳から後ろが量が多くて伸びるとどうしてもねこう重い感じになります。でトップの量に比べてこちらが多いので後ろが、バランスが悪くなって、どうにかしてほしいっていう方がね、結構見えます。ですので、まあ、特にねどうでしょう、まあ、40代以上の女性の方、特に多いんではないでしょうか。そういったお悩みを、よく相談を受けるんですけど、やはりねカットで変えられる部分っていうのはこの後ろの部分を軽くする。トップはねそんなに長さ切らなくてもボリュームは出ると思います。どういうことかというと、その頭をねちゃんとこう横から見た時にこうシルエットを変えるようなカットをする、くびれを作るってことですよね。後ろが伸びてるとやはりね後頭部がのっぺりしてしまって、立体感がなくなる、なので重く感じるっていうのもあるんですよ。ですので今回のゲスト様、動画の中でやはり最初ビフォアの状態がすごく重くて、そんなにたくさん切ってないんですがこうシルエットが変わる、そういったとこをね見ていただけると、そういった悩みで悩まれてる大人女性の方多いと思いますので、カットでねこんなに違うんだというとこを、見ていただきたいと思います。ぜひね、参考にしてみてください。それでは、ここからね、動画、ビフォーからねアフターまでご覧いただきますので、最後までねご覧ください。ゲスト様のビフォーになります。いかがでしょうか。やはりね大人女性特有の悩み、トップが潰れやすい、ここはね本当に悩まれてる方多いです。今ねゲソさん、だいぶ伸びてね下の方にボリュームが来てますよね。私がよく言うこのやはりね毛量の多さがね基本的にもう違うんですよね。特にこの後ろ側、今動画で見てもらうとこのブロックしてるこの下側の髪というのは髪の量が多いんですよね。まあ、どなたでも多分こういう量の差っていうのはあると思います。ですのでまずねこの下をしっかりレイヤーで切るっていうのは大事ですよね。トップの髪の量に比べてやはりこの後ろの量っていうのがすごくやっぱり多くて、髪もねなんかしっかりしてるような気がします。よくやはりねこう表面だけが髪が傷んでしまって中が丈夫だったりしませんか、髪って。そういったことが起きやすいので、やはりくびれ感を作ると必然的にこうトップにねこう丸みが出るので、まずその状況をベースカットで作ってあげるっていうのがねとっても大事だと思います。ゲストさんはまあ今回あまり短くされたくないということで、まあトップの長さはねそんなに変えないんですが、やはりこの下耳から下の髪っていうのはやはり量がね 1.5 倍ぐらい違うので、そこをしっかり切り込むっていうのが、とっても大事なポイントになってくると思います。そうすることで、バランスが取れてね、ボリュームも出て、くびれも出て、横から見てもバランスが取れる、そういった髪型になります。ですので毛量調整もねしっかり、そのトップの髪と後ろの髪が同じになるように、量の調整をしてあげるっていうのが、すごく大事なことになってくると思います。ですのでねカーラーで上の方をしっかり巻いて下はね量を取ってあげる、
ここはボリュームいらないので削ってあげる作業ですね。することでより立体感が出てかっこいい髪型になります。ですのでね、こういったことを意識されると、そういったねトップにボリュームがないってお悩みの大人女性世代の皆様がとても綺麗になれる、いい髪型になれるポイントではないかと思います。いかがでしょうか。すごく見違えましたね。トップにボリュームが出て、襟足はねしっかりくびれて、1ヶ月から1ヶ月半は、こういった感じでキープできると思います。とってもいい感じになりました。ここまでご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。後ろのね髪の量、やはりねこうトップに比べて 1.5 倍ぐらいこっち多いですから、後ろをね、切ることでトップの丸みがもう一回できて、とってもいい感じのシルエットになることが、分かっていただけるといいと思います。ぜひねこういったお悩みのある方、まあねもしよければ美容師青山に、ね、ご相談ください。こういったね、お悩み、髪の悩みっていうのは割と共通している部分があるので、ぜひね参考にしていただいて、より、大人女性の方、素敵なスタイルになっていただけると、幸いです。さあここまで動画いかがだったでしょうか。またね美しくなれる動画、どんどん上げていきますので、美容師青山お見逃しなくご覧ください。それではさよなら。